パラ粘土のワークショップ会場です。壁際には参考作品を並べました。ペットボトルや牛乳パックなど芯材になるものも置きました。会場には粘土や粘土板、粘土ベラ、水のスプレーなどを置いてあります。前の方の机にはその日に使うプリント、みんなで使う材料などを置きました。まずはカラー粘土の扱い方です。赤、青、黄色を袋ごと半分に切っていきます。切れた人に手を挙げてもらって、困っている人がいれば手助けに行きます。4分の1になった粘土をそれぞれ2つずつ組み合わせて練り込んでいきます。赤と黄色、黄色と青、青と赤、これをセットにして練り込んでいきます。注目してください。3、2、1、カラー粘土を丸く色の輪になるように並べてみましょう。これを基本にしますが、黒い粘土も用意しています。こんなに真っ黒です。もっと違う色を混ぜたいときにはほんの少しだけ取って混ぜていきます。綺麗な粘土は最後まで残しておいてくださいね。さあ、芯材はどれを使いますか？好きなものを取って作ってみましょう。それぞれに工夫した作品がたくさんできていきます。宇宙にしたいの？マーブリングにすればいいよ。こんな作品になりました。色がとても鮮やかです。マーブリングの効果もうまく出ています。これは兄弟の作品です。中にはライトが入っていて、ペットボトルの中で色が変わります。私も合間で作ってみました。花立てに入れた赤い花です。これは何でしょう？縁のギザギザが隠れるように黄色で、黄色い粘土で、あ、見えてきました。恐竜のようですね。あれ、猫や車もあります。結局こんな作品に出来上がりました。すごい立体的ですね。こちらは濃い青や薄い青、白などをベースに、なんだか海の中のようですよ。粘土を細く切って、ああ、タツノオトシゴでしょうか。タコもいるようですね。あらら、と思ったらカメさんでした。穴が開いているところから中のライトが透けて見えて、とても綺麗です。こんなカラフルな作品もできました。なんだかとても美味しそう。こちらはキラキラ光るラメ の入った糊で仕上げています。これはウサギの蓋付きの小物入れです。こんなに可愛い、美味しそうなマカロンやクマさんもできました。